前の八つ赤村リベンジしようと思いまして、何があるかわからないですね道がなくて崖崩れてて、そうそう、道じゃないよな、泥みたいな道作るの、うん、そうそうそう、だから降りた、登りたいな、これ、あの、これがあの、やった田村のモデルになったそうですね、意外とやる、いやな、この関係性がある、一気に真っ暗になってでも、騒ぎがあるじゃないですか、まだこれね。はいどうも、はい、今日は今日はね、前の八つ赤村リベンジしようと思いまして、前ゲールさんが八つ赤村を制覇したんですけど、僕もちょっと制覇したなと思って行こうと思ってるから行こうと思って、はい、今日はもう完全武装でね、八つ赤村っていうか、その津山事件っていうか、津山事件のね、はい、分かる、知ってる、知ってます、うん、その銃撃戦があったっていう知らないけど、知らないけど、村を襲ったという、はい、まあ、いろいろあって、まあ詳しくはウィキペディアで、ここにはい、じゃあ行きましょうかね、行きましょう、大体4時間ぐらいかかると、あ、じゃあちょっと時間ちょっと、今が、わかりますか、今1時27分、あ、イノシシの罠発見、ほんとだ、多いでしょ、ここら辺、うん、なんか何があるかわからないですね金庫しかまへ、なんかもしかしたらまたね、お宝みたいなのが出てくるかもしれないですね、そうだね、どう、全然いける、全然大丈夫、山登りは、ね、好きなんで上がっただけでも。こんな高いところに牛舎あるんですか、ね。あるもんなんですか、ね。あるもんやな。どんどんね、世界が本当雪になっていきますよ、本当。標高が上がるんですよ、やっぱね。雪がいっぱいあるんで、めっちゃ寒いですよ、そうだね、なんか動物が。多分この上はもっとすごいんじゃない？卵もありました、なんかヒキガエル、ヒキガエルっぽかったです ね、 ね、こんな山の奥にはやっぱヒキガエルっていう、なんか関係ないとこにいるみたいな、はい、これ見てこれ、ちょっとすごい、もう道がなくて崖崩れてて、あ、じゃあ人間の足じゃないとダメみたいな、人間の足でも結構やばいかもしれない、マジですか、うん、そういう場所、ここから行く、そうだよ、ここからどうぞ
今は普通になったんですけど、ちょっと道じゃないよな、泥みたいな道作る、うん、やっぱコンディションは悪いですね、やっぱね。そうね、徐々に登っていけば行くほど。え、あそこ雪じゃないですかね。そうだな、完全に雪の道になる、みたいな感じですね。まあ、そのまま行きましょう、あれは。ちょっと。これ、でも人の足ないんで、絶対これあれですよね。獣の。獣ですね、本当。いや、すごいな、これ。雪が。やばい。雪国じゃ、これ。なんか書いてある。前なかったっすか？あったと思うけど。道みたいな感じかな？道の案内ですね。なんて書いてあるかわからんすけどね。こうやれば、お、いいっすね。まず出せばいいですね。そう。これパッてなるやつですね。そう。おお。よいしょ。あ、そうだね。ゴーガン。あ、いい。仮眠はちょっと取ります。まだこれからですね。頑張りましょう。鹿かな、これは。どう？かっこいいっすね、なんか。何なんだろう。こっから、これ。これだ。これだよな。こうやって。これ多分ここら辺。これじゃないですか、こっちですか。この感覚だったら、もしかしたら鹿もあるかもしれないですね。でもあの深さもね、あるじゃん。はいはい、結構足のね。足の。タヌキにしてはちょっと深い。深い。
うわっ、さあ、行こう。ほんまや、車じゃ無理だよ。車とかなくなってない。ここじゃん。ほぼ道が。ちょっと深いな。深いっすね。これ大丈夫だ。どうすんの。大丈夫だよ。そうだから俺、あ、登ってきたやつ、これ、あの、線が、ね、そう。うわぁ、やばいなこれ。だけ人が登ってきたの、線が。これやばいっすね。全然でもあるんですね。今3時38分です。2時間経ってようやく1個目の山を制覇して、まだここから降りて、もうこっちに行く。さっきもなんですけど、今でもなんかもう先っぽだけで耐えてるんですよ、うん、今にも本当に切れそうな。これ一本だけだよね。そうっすね。すごいな。切った方がいいと思うんですけど、多分業者が多分ここまで上がってこないと思うんですけど、うん、やっとですね。やっと下界が見えてきたっす。第一関門が突破っすね、本当に。ここが八つ赤村っすね。そうですね。舞台になったね。そう。これがあの八つ赤村のモデルになったものですね。でもなんか八つ赤村って本当何にも知らない僕でも聞いたことあったんですよ、八つ赤村みたいな。金田一少年のね、うん、僕もちょっと最近ちょっと金田一少年見たいなと思ってて、八つ赤村の辺をね。でもちらほら新しい建物もありますよね、多分ね。こっちですね。この土地で本当死んだ人がいる。そう、2時間の間で、まあ、30ぐらいかな、うん、これ見てくれてる人とかの、はい、前見た人とかもひいおじいちゃんかおじいちゃんが一緒にその山狩りというか、はいはい、狩りに参加したっていうか、その捕まえるための、はい、へえ、うん、ここも家だったんかな。ああ、なんか僕もなんか建物なし、あ、石垣か。まあ、なんかあったんだろうね。なんかありますよね、絶対ね。この松の木の辺に家があったっていう。そうなんですか。うん、それ生まれた家じゃなくて、はいはいはい、住んでた家。うん、その辺に住んでた。うん、これ昔から絶対ありますよね。うん、なんかガラスの扉があるんだ。書いてある。でもこの関係性がある感じよね。そうっすね。この家が。行こうか。行きましょうか。
はい、次はね、今一個山の、登って降りてきて、八坂村に行ったんですけど、次は、あの山を越えます。ただいま時刻が、4時半というね。最後の、はい、トイムツオという犯人が自殺した。そうですね、山狩りにあった、そう、あの上まで、お地蔵さんのとこまで、行こうかなと。僕らの歩みっていうのがすごくて、あの山あるじゃないですか。あの山を、後ろからぐるっと越えて、ここまで歩いてきて、またさらにここから、この山越えて、またぐるっと回って、その端のスタート地に戻るというね。そうだね。パラパラじゃん。俺が減った。ああ、しんどいですね、これ。もう傾斜と雪で、もう、やばいです。さあ、ちょっと見えてきた。えらい上がった。さあ、やば。さっき登ってきた。あそこはぐるっと来たんですね。ここでなんか動物が出てきたらめっちゃ怖いですよね、ほんとに。まあ活動し始める時間になってくるんじゃないかな。そうですね。一気に真っ暗になった。そうですね。まだまだ歩きますよ。あ、ここっすよね。ここ、こっち曲がるんですよね。そうそうそう。で、結構こっからまだありますよね。そうなんだ。でも、サーキルがあるじゃないですか、まだこれ。ねえ。いかん。どうなんですか、ここ、来た。来た。来た。行きますか。まあ、ライトな、ないと何にもね、顔がはっきりわからないで。そうだな、うん、ね、車が全く通ってない。通ってないですね。道路の真ん中歩いてますからね、うん、大丈夫なんだと思います。まだちょっと距離あるからね。マジですか。うん、ダイエットですか。もうこれはもう身に染みて分かりました。これ、うん、バカだったっていう、うん、これを反省生かして次は本当ちゃんとしたブーツとかね、長靴履いていきたいなと思います。そうだね。防寒着もちょっと寒いんで、ちょっとなんかもっと脱げるようなね、アンダーシャツとかなんかそういうの着てね、着込んでいきたいなと思います。はい、うん、あともう少し。よし、あともう少し。お疲れ様です。やった到着したぞ。すごい着いた。今日もう家帰ってゆっくりしますか。そうですね、ゆっくりしましょうか。いうわけで、そういうわけでね、まあ本当にね、コツコツ積み上げるということは何かと思ったら、まあ、公務員試験と同じで一歩一歩と噛み締めてね。本当に初めはね、山2個も登るって言って、こんな登れるんじゃろうかと思ったんですけど、いや登れましたよ、本当。まるですっごい今多分めっちゃ今達成感かもしれません。ちょっと、あがす。いっぱいご飯食べて温泉行きます。はい。どこ飲めたんですか。どうしよう。嘘。なんでしょう。マジかこれ気になったのに。なんでやめた。山入ったんやつ。その前からやめとった。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。